はい、こちら後編、中編の次、後編になってまして、ガンダム G40 ね、はい、で G40 が置いといてや、うん、これが隠しちゃったんですけど、これね40周年、はい、これがリミテッドって書いてあるんだけど、ガンダリウム合金ガンダムでございます。これさすがにね、物の扱いが雑な僕でもね、これはちょっと隠すで隠す。あのね、びっくりしたな。アルファロメオ車検出した時に、アルファロメオのねトランクに入ってたんやね、これアルファロメオのトランクに。で一回ね気づいた時あって、あらアルファロメオに積んだままなってるやん言うて、ガンダリウム合金ガンダムがアルファロメオのトランクにとか思って、んで一回取りに行ったことあるぐらいやん。これ40周年って書いてるやろ、ほら。これはね、希少価値はあると思うよ。後ろこんな感じね、ガンダリウム合金モデルね、すごいやろ。素材チタン合金ね、値段書いてないねんけど、これ確か20万円の消費税、22万円や22万円やってん。これ僕ね、あ、これはねほんま中古で見たことないで、ない。うん、開けてみようか。よいしょ、丁寧に開けんかったらな、こんな感じで中ね、中こんな感じで。このガンダムはまあまあいけてんで、開けたのか。箱がね、意外とね、いい箱使ってるから、スポーンって開けへんの。空気が入れへん構造になってるから、自重で降りてくれると、これ中こんな感じね。はい。これ40周年や。もうね、ガンダムはね、50周年やな。5年後の50周年は、あと5年後にはね、多分ね、今お金使ってる人が、リタイアするから、年いって50周年ぐらいになってきたらもう多分ないと思うで。あの、何か大きなイベントやろう言うてももう行けへん人おると思う。これが、あ、ギャランティーカード抜かれへんねん、テープ貼ってるから。ここほら、テープで止めてるからな。このガンダムまあまあいけてんで、うん、ここはいけてると思うから、ほら、うん、これで、やこれが組み立て説明書かな。で、これやね、問題が。関節のとこに、はめ込みパーツがついてんねん。これ、ダッサ。これね。こういうとこがあんまり好かれへんのよな。中途半端にやることが、これほら。多分はめたら抜けへんやつやね。抜けへんと思うね、多分。こんな感じ。これね、どっかで見たことあるなと思う人おるやろ。あのね、ガンダム携帯の、ガンダム携帯、僕も持ってんねんけどな、携帯電話付きで、フルセットのガンダム携帯、ガンダム携帯についてたあのガンダムがこんなんやね。中が、これはガンダム携帯やな。ガンダム携帯についてたあのプラモデルはね、これの逆やね。中がね、メタルパーツで、外装パーツがプラやね。でめっちゃ重たいね。
うちもだから何セットか、ガンダム携帯付きのフルセットで2セットか3セットくらい持ってんねんけど、一回パーツだけ売ってたことがあって、完成してんけど、あの、倒れて落ちたら、重たかって4キロぐらいやんねんけど、落ちた時に粉々になってたわ。もうそれ以上何もしないねんけど、もうな。うん、これ。これもそうやで、まあまあ重たいねん、これ。これね、コーションで書いてあるけど。角がめっちゃ尖ってんねん、これ。開けるかな。こんな感じです。どう？目の保養に。これはおそらくどっかに外注で出せるはずやねん。外注で。あの、チタン合金やったら、あの、製造工程が、普通の作業工程無理やから、外注で出してるから、多分再販はないで。ない。今市場にあるだけや。うん。だから、僕もね、あと、そうやな、20年ぐらいしたら、あと20年ぐらいしたら、あと20年ぐらいしたらね、おそらくね、あと20年ぐらいしたら僕多分死んでるけど、20年ぐらいしたら、間違いなく死んでるけど、これはね、置いとけよって言ってんねん。このガンダリウム合金ガンダムは、20年後とかでも、十分お金の価値としていけるから、いけるからこれ。でね、これは僕の独り言やで。僕は独り言で言ってあげるけど、独り言で言ってあげるけどね、このね、ガンダリウム合金のガンダムは、ガンダリウム合金ガンダムはね、3D プリンターで、3D プリンターで、パーツごとに全部 3D プリンターで打ち出して、3D プリンターでコピーしてな。で、それを組み上げて、楽しむっていうのはあると思う。僕、独り言やからな。独り言やから。うん。あ、嘘やろ。こんなん22万円も出されへんで。10年後もっと無理やで。10年後は。おそらく。もう僕らは10年後なんか生きてないし、お金使う人おれへんから、10年後は。5年後でもいいけど。おれへんから。うん。これがガンダム40周年やね。これな。最近どこやったかの店でも言われたで。浅井さんとか言って。浅井さん、そういや、ガンダリウム合金のガンダム？これ。ガンダリウム合金ガンダムって何セット持ってるんですかとかって、この前聞かれたことあったわ。YouTube 見たらしいねんけど、ガンダリウム合金ガンダムって何セット持ってるんですかとかって言われて、うん、そやな、5セットぐらいはあると思うよって言って。5セット。5セットぐらいあるよって、うん、言うたら、5セットって言ったら100万ぐらい使ってますやんっていうか、いや、100万は使ってないって言って。100万は使ってない。なんで5セットもって言うから、プレミアムバンダイで1個買った。プレミアムバンダイで1個買って、で、あとはもう、処分したいなんていう人、これな。もう一定数おんねん。お金に困ってるか、お金に困った人が、すいません、ちょっとこれ、ガンダリウム合金のガンダム買ってもらえませんかって言ってくる人おるからや、実際。んで、買ってくれませんかって言われたら、で、そのお金何買うのって、ガンダリウム合金のガンダム20万で何すんのって聞いて、ほんだら大抵ね、どうでもいいことに使おうとするからな。それやったらもう持っといた方がええでって言うねんけど、もう興味がなくなったらお金に変えたい。で、店に持って行っても大した金額言えへんらしいねん、これ。だから売れへんから、店も。リサイクルショップも嫌がんねんで、こういうの。買い取った時に、まあまあのお金払わなあかんや。極論やで。これね、ある会社やったら、ガンダムは、最低買い取り保証っていうのがあって、
最低買取保証が 60% のとこがあんねん。日本国内に買取 60% ガンダム、これなんぼやねんというふうなら、20万の 60% やから、12万に消費税や、13万2000円13万2000円で買わなかんねん、これ買い取らなかんねん。で売るのって言ったら22万、30万言うたら絶対買えへんもんな、誰も買えへん。うん、で結局なあ、僕もだからやめといた方がええよ言うねんけど、なんぼでもええって言えへんねん、こういうやつはね。大抵はね、あのできたらこれぐらいで買ってほしいんですとかっていう金額言うから、なんかプラモデルであげようかって、あの等価交換やな、等価交換どうよみたいな話になって、で5セットぐらいあんねん、4セットぐらい来たのかな。1年に1、2回問い合わせあんで、これガンダリング合金ガンダムは普通の店買い取ってくれへんから、普通の店では、うん、現金払わなあかんやろ、だから、うん、っていう、そんなとこですか40周年や言うてやで、あの普通はね、僕の認識やったらね、あの40周年とか今やったらマクロスモデラーズとか言うて、マクロス40周年言うてるやん、普通はね40周年やとかなんとかでお祝いやって言うんやったら、普通やったら安く売れるもんを出してくれて、お客さんも売ってる方もウィンなんが、そういう商売やん。なんでやねんって、40周年とか30周年とか言うてやで、高いお金払わされて、んで、なんか買ったけどなんかどっちでもええねんみたいな感じで、それやねんみたいな、よくないでこれ、まああの欲しい人おったら、あの2セット売れたら出したんで、2セット、